皆さんこんにちは、シュウです。よろしくお願いいたします。ということで、日替わりからやってきております、星6オール星6ガチャでいいのかな、言い方的に。まあ、言い方をやらしく言っていきましょう。9800円ガチャ、はい、こちら、来ておりますと。はい、過去に1回だけ来たことがあったのかな。前の動画とかの時間調べてきたら、3ヶ月前ぐらいに1回来てるみたいで、これ、3ヶ月に1回やります？これ、本当に。本当にやるんかな ?3 ヶ月に1回。もう3ヶ月に1回9800円飛んでったらたまったもんじゃないですけどね。はい、前回。まあ、大敗北とは言いませんが、結構ちゃんと負けた気がするんですよね。はい。なんか限定は、なんか、引けた。まあ、いいところではなかったものの、引けたけど、なんかワクワクの実とかも期待してたのに、ワクワクの実がむちゃくちゃ悪いみたいな、はい、結果になった記憶があるんですよ。なんで今回は、まあ、さすがに勝ちたい。まあ、前回はさすがに負けって言っていいと思うんで。ちなみにこれ、特玉。ね、ちょこちょこもらえてると思うんですけど、特玉ペーって引いたら、コラボ確定演出来ました。はい。で、キコール出ました。嫌がらせかな？うん、キコールだけめっちゃいます、だから。はい。うん、ね、5520。はい。なんで、まあ、ここもね、そんなに引きがいいとは言えなかったんですよ。最初の100連コラボキャラ出しとかね。はい、なんで、この見返り返ってくると思います。すでに買ってありますと。はい。では、やっていきましょうか。今年もっていうか、去年じゃないんですけど、1回目。2回目、第2回。今のところ、0勝1敗ね。これで1勝1敗になります。ありがとうございます。ね、いいよ。うん。結局、9800円が高いとかね。9800円が安い。あ、そうだよ。ほら、そうだよ。驚かせの得意じゃん。うん、そうだもん。だって俺、限定1体確定してますもん。うん。だから、これ、なって叱るべき。で、これはもうしょうがない。うん。で、これ別に喜んじゃダメね。うん。こういうのに反応してたらもう、キリがないから。うん。もうその時点でガチャに負けてると言っていい。いきます。はい。ここはちょっとね、余裕な、大人の気持ちで。まあ、最後の確定枠のせいで、この限定の確定演出が出たのかなと。決して道中で出るとかではないと。あ、すごい。テンポが速いぞ。返したか？いや、あれだけど。え、あ、え、戦争ちゃん？これは勝ちでは？いや。え、これ勝ちでいいですよね。これ、いや、すげえ、絶妙。いや、あれだよ、月下老人だけ持ってないんですよ、俺限定でね。月下老人出たら問答無用で勝ちなんだけど、え、これ、勝ちだろ。だって俺、これ、戦争ちゃん2体目よ。苦しゅうない。うん、全然いいと思いますね。はい、じゃあ、ワクワクの実を見ていきましょうか、ザビから。前回なんかね、1個絶対に荒稼ぎなのかなってぐらい荒稼ぎがついてた。え、こんなんなかったっすよね、前回ね。線形加盟撃と撃手過激速。この時点で過激が2種みたいなもんなんで助かります。はい。レイデル。そう。やばいこれ。これやばいっすね。キャラもバチクソいらないし、ワクワクの身でも仕事しないって。え、マジ？これやばくないですか、これ。うん。これまで一番ひどい画面っす。これ。ひどいねぇ。うん、これは、ロイゼのパクリですね。はい、偽ロイゼ。はい、ガラティーン推し即殺荒稼ぎ平明。いや、なんかさ、こんなんばっかなんですよ。前回もなんか、あれだよな、ビナーが荒稼いだり、ハートが強化されたり、とかむちゃくちゃ意味深なワクワクの見つけてくるし、荒稼ぎしてるのはそっちだろって。悪くないね。え、なんか悪くないっすね。なんか悪くないんすよね。前回めっちゃ悪かったのに、ニーチェー。悪くないね、即殺持ってるね。はい。このスピクリ率。スピクリ、あ、でも肩いいっすね。あ、もう終わっちゃってますけど、指で。はい。ベガ。可愛い女の子絶対荒稼ぎついてるのはこれ何なんですかね。これ狙ってるんですかね。はい。ピニャ。まあ苦しゅうない、はい、でも成長ちゃん見たんで取られてて最後え悪くない。え、これなんか前回より全然いいっすね、ワクワクの実が。これさ、しかも何がいいかってさ、あれじゃない、ここでパーって出たやつってさ、まあ、基本的に自分が選んだキャラじゃないからさ、いらないキャラのことが多いじゃん。まあ、この中で言うと清掃ちゃんと、まあ、カエサラも持ってるからいらないとしたら、まあ大体使うとしたら清掃ちゃんからティン、指輪が終わってなかったら肩みたいな感じじゃん。あとベガはまあ汎用性高いですけど、それ以外のやつさ、いい意味ついてたらさ、速攻剥奪できんのいいよね。ね。
絶対剥奪できるじゃん。うん、最高なんですよね。はい、いやもうこれは勝ちと言っていいと思います。うん、清掃ちゃんが出てる時点で次のね光豪傑にもハマる可能性ありますから、いいと思います。限定も2枚引けてますしね。まあ、前回 3体引けたんですけどね。前回3体引いたし、なんかツイッターで俺が見た感じ8体とか引いてる人もいて、どうしたってなったんだけど、まあいいでしょ。うん、まあ、別に結局古いね限定何体か引くよりは、新しい限定パーン1体抜いた方が価値は今高いですからね。はい、まあ清掃ちゃん全然使ってませんけどはい、出たことに感謝して、使っていこうかなと思います。ということで、皆さんのね、今回の結果だったりも、コメント欄で教えていただければ、まあ、この後ね引く犠牲者の方が減ると思いますし、まあ、これからね引いていこうって希望を見出せる方も増えると思いますので、ぜひぜひコメント欄にね、載っけていただければなと思います。すいません忘れていました、こっちも引くんでした。これ何、星6確定ガチャ限定の対象、これあれか、ちゃんと引かなきゃいけないやつか。ベビー、これ何内容何も分かんないで引いてる。これ何が出るんだ。オッケー、あ、いいじゃんね、光で、あの闇レーズワンチャンと言われている男ラーマ、いいですね。ラーマ2体目なんで、で私が欲しいのはですね、コンパスからいきましょうか。あいつボクデンが出るまで引きます。はい、なんでどっかで初獲得ガチャはねやっとこうと思ったんで、ボクデン、あ、出たあ、いやOK、まあ、持ってないの少ないんでね、うん、もうすぐ出るとは思っていましたけど、まあ、結構早い段階で出てましたんで、これでおしまい。結果最終的になんかボクデンも手に入ったみたいな感じになったんで、今回は勝ちで行かせていただこうかなと思います。なんで今のところ9800円ガチャ、2回引いていますので、2万円に対して得たものは清掃ちゃんですね。いや、みんな冷静になって考えてほしいよ。10連パーってやってったら1枠1000円ですからね。はい、あのピニャコラーダも1000円ですし、あのうんこみたいな実がついていたレイデルも1000円です。はい、そう考えて今高いと思った方々は少しこのガチャが向いていない可能性が高いよね。はい、うん、あ、これ1000円かっつってレイデルちゃんいらっしゃいっていうね、広い気持ちでね迎え入れられるやつは、これいっていいんじゃないかなと思います。まあ、正直得度で言ったら死ぬほど得だとは思うんですよ。 L ついてるし、星56も確定してるし、だって考えてみ、普通に1万ぶっ込んで30連爆死とかザラにあるじゃないですか。そう考えたら限定も1枚保証されてるし、 L も保証されてるしで、めっちゃ熱いんだけど、やっぱさ1万円で買って30連できるっていう、なんかおいいなっていうワクワク感と、1万円買っての時の最初に1万円一撃で飛んでく、なんか大金が飛んでく感、わかる、わかる。その1万円買ったオーブをちょこちょこ使っていくと、1万円がいろんなとこに分散するから、なんかあんま使ってない感が出るんだけど、1万円一撃10連って言われると、え、1回にすんない、すごいでかい買い物みたいになっちゃうんだよね。うん、あ、それすごいわかる、抵抗があるんですけど、まあ考えないで買いましたけど、はいはい。ってことで、引く人引かない人、もうその辺の理論はどうでもいいんでね、なんかいろいろアドバイスがあったらコメント欄によろしくお願いいたします。ってことで、本日も動画のご視聴ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。一生いっぱいの男、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。